ヒオス県は、ギリシャ共和国の北エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。エーゲ海に浮かぶヒオス島と小島所からなる。古典音で、キオスとも表記される。県とはヒオス。ヒオス県は、北エーゲ地方の中部に位置する。県とヒオスは、州都、ミテリニから、西南へ、約 90km、アテネから東北東へ、約 215km の距離に位置する。 ヒオス県には、ヒオス島のほか、イヌセス島、プサラ島などが含まれる。ギリシャや、その他の国の都市部より重した人々も多く、中世風の村として有名。世界で唯一、マスティックガムの原料、マスティック樹液が産出されることで、世界的に知られている。オリーブ、イチジク、ワインも生産されている。ヒオス県、ヒオス県は、以下の自治体から構成される。 人口は2001年国勢調査時点。ヒオス県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのヒオス県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。 復活祭で行われる互いの教会に向けて、ロケット花火を打ち合うことが有名で、それ、目当てで見に行く観光ツアーが盛んでもある。ありがとうございます。